です。今日はちゃんとお布団で寝てましたよ。干したてのお布団はやっぱり格別ですからね。えひひ、頑張って干した甲斐がありました。ふかふかほかほかでとっても最高でした。今日はこんなにいいお天気ですし、心配ご無用ですよ。ふふふ、そうでしょう。こんないいお天気なんですよ。神様だってきっとお昼寝してますって。ですよね。だから私ももう少し。昼寝日和ですからね。むにゃ、あれ、お出かけですか？ふーん。なら、私もお供します。お昼寝日和はお散歩日和でもありますしね。お布団畳むのでちょっとだけ待っててください。お店がいっぱいですね。そうですね、今のところは。あれ、主、あそこの店先に何かキラキラしたものがありますよ。とっても綺麗ですね。赤の杯はまるで夕日みたいで、青の杯はまるで海が輝いているみたいです。いいでしょう、それ夫婦用の杯なんですよ。夫婦ですか？ええ、お隣にいるのは旦那さん。お二人で使われてみてはいかがですか？あら、ごめんなさいね、とってもお似合いだったから。私には関係ないですね。でも、ついで作られたものを離れ離れにしちゃうのはちょっと気が引けちゃいますよ。そうですよ。それに、こういうのは必要な人が。あれ？あっちのお店にすっごくいいものがあります。ちょっと見に行きましょうよ。ほら、見てください。中にビー玉が入ってて、すっごく綺麗ですね。シュワシュワして甘くて、とっても美味しいです。
してて。